はい、どうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回は、妖怪メダル&バスターズのおみくじバトルで、クロニとバトルします。で、使うボスメダルが、プリズンブレイカー、レッドジェイ、マイティドッグってことで、ビッグボス VS ビッグボス。では、早速、始めます。敵に捕まらずにゴールにたどり着けば、すぐに鬼ヶ社が始まります。妖怪鬼ごっこ、よーい、スタート。最後を振ってゴールを目指しましょう。追いつかれたバトルになりますよ。逃げて、連打連打連打、急いでください。お、すごい、5マス。ちょっと後ろ後ろ、逃げて、連打連打、後ろ後ろ、3マス。これは微妙やな。ちょっと、あー、捕まった。しまいました。こうなったらバトルです。バトルに勝てば鬼ヶ社にチャレンジできますよ。はい、プリズンブレイカー、妖力580。イエイイエイ。レッドジェイ、いや、あ、すごい、いい感じ。まだ戦えます。マイティドッグ、ゴー。さすがです。これ勝てんじゃね。まだ戦えます。敵の必殺技とどめの一撃。悪夢の金棒。あわわわわわわわ。これに耐えて逆転です。こい。あ、すごい、復活。大逆転のチャンスが来ましたよ。今です。とどめの一撃を決めますよ。ヤッフー、エクセレント、あなたの勝利です。最後の攻撃何もできへんからな、ボタンないから。鬼ヶ社タイム、何が出ますかね。ワクワク。鬼吉が増えていく。これ切るんじゃ、鬼吉。中吉と見せかけて中吉かい。次は当たるかもしれませんね。マスターニャーダとかも出てこへんかったな今回。